タレコと洋介がいいんです。やっぱりリループさんには申し訳ないですけど、 DJ といえばまあそこは外せないちょっと渋い顔してますけど、ね、はい、いうことでございまして、今回はですね、機材を殴り合う回で、パイオニアさんにも来てもらってるということでございますね。はい、まあこういった CDJ50、 これは持ってきてくれたの？そうです。おお、浅間田さん、はい、はい、うん、52と、これあるんですか、会社に？会社にあります、うん、一応サンプルで、はい、50の1がちょっと見当たらなかったんですけど。なるほど、皆さん見てください、このボタン、やっぱこれぐらい大きいと上がるよね。はい、うん、すごいよね。私はここのパカッて開いた時に結構壊れるっていうのがあって、何回もこれ改良されたんですよね。なるほどね。で、あとはね、500S、 これ実は懐かしい、国内は700、うん、700ヨーロッパなんですよ。これ妹が持ってたよ。で、もともとこれが海外仕様が500っていう品番だったので、うん、海外は 500S、 おー、で日本は52で出してるので700。なるほどね、かぶるからっつって、はい、そういうこういう話っていうかさ、はい、なんで電源もこれ用意しよう。すごいすごいすごい。今日ちょっと怖いんで電源入れる1台しかないんで。いやこれね、皆さん触ってた方がいいよ。もう今すぐ来てくださいよ、ほんとに絶対来た方がいいよ。でこれね、マジでこれを持ってくるあたりのセンスがもうこれもだいぶこう、まあゲームで言ったらまあゲーみたいな感じですね。セガサターンみたいな感じ、はい、セガサターンのなんか CD ロムドライブみたいな、あのコアグラフィックスみたいな感じですかね。これやばいですね。いやでもこういうネタが仕込めるの羨ましいですね、はいはい、これは何なのか分かんない、クソガキはあのぜひ来てください、はい、ということで、はい、でこれは激レアですね。激レアです、はい、これはまあ、ヨスケの他人はまあ見たことあるんですけど、これはジェミナイでこういうのありましたね、昔みたいなやつがね、はい、いうことでございまして、はい、こういうのもあるんで、まあ、あんまねネタバレさせちゃうとつまんない。そうですね、みんな来なくてあんまり喋らない。そう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 、ね、で特典ももらえますんで、はい、まあオリジナルメモパッドなんかも先着ですよ、はい、先着もらえるんで、パイオニアさんブースぜひ寄ってみてください、はい、よろしくお願いします。はい、ということでなんだこれなんか変な思い出これはね、皆さんこれ知ってますか、これ。これ誰が持ってきたの、これ。ゆうこ。さすがだな。これ皆さんこれコンポと思わしといて、DJ 機材ですから。はい。ということでね。これこれもなかなか触れないし、もうそもそも見ることがなかなかレアなんで、ぜひ見に来てください。そして出ました。この雰囲気ですよ。これですよ。いやー、最高よ。もう最高だよ。ウルトラが何だと、はい、M3 が何だという感じですよね。M3 超行きたかったけどね。いやいや、もう全然、もうどんとこいですよ、バッティング。はい、全然こっちの方がやばいですから。はい、便利だよ。はい、はい、おお光ってますけど。光ってますね。これ、紫さんのかっこいいのは、これ、このタブレット Windows でやってるっていうことですからね。はい、サクサクですよ、はい、サクサクだよ。ちょっとミッドも切れるし、はい、ハイも切れる。ちなみにキーボードこれですから激アツっすよ、はい、いうことでございますね。全然これでできちゃうからね、はい、でも本当に紫さんはパーティーミックスのですね、おたえレコードオンリーの、パーティーミックス紫マッピングっていうのを、開発した張本人でございます。イエイ、それを入れてもらうとパーティーミックスがバグみたいに使いやすくなるんで、ぜひぜひ、うん、ですね、いうことで、パーティーミックスをさらに進化させるカスタムマッピングは、おたえレコードのみで販売中ということで、イエイ、はい、いうことでございます。あ、素晴らしい。今日はマイクのあれもシングマスターでやるんですね。そうですね。あ、なるほど、ただのマイクじゃないということでございます。はい、じゃあちょっとこちらですね。あ、ああ、いいじゃん、いいじゃん。なるほどね。なんでこれ2個あるの？こっちにもう1個あるんです。ああ、そうなんだ。すごいね。で、CDJ400 リミテッドです。これ皆さんご存知ですか？ていうか、これやべえな、これ。普通にこれなんか。それ僕のです。てか、これ、ちょっとこれで殴り合ってほしいですね、ぜひ。うん、いや、いいな、これ懐かしいな、これ。うん、これでも本当に意外といいんですよ、皆さん、これ。ジェミナイの CDJ。
ですね、オールインワン。あ、懐かしい。あと、もう定番の 300S なんかもあったりとか、はい、5000もあったりだとかしますね。ということで、まだセッティングが、あります。オーガナイザーのゆうくんですね。あ、お願いします。イエーイ。ちょっと結構、YouTube で話題になってましたから。あ結構ね、反応がいいから。こう、はい。つつけば、こう、いろいろ出てくるっていう感じですけどね。はい、今日、あのこれ何食ってるんですか。すごい美味しそうです。じゃあ今日のですね、あの皆さんにちょっと意気込みをちょっとお願いします。意気込みで、はい、意気込みを、はい。ですね、今回TSBI02 が一座に殴り合う会開催させていただいたわけですけれども、今回まあ協賛で大谷レコード様、ディリゲン様、パイオニア DJ 様に協賛いただきまして、まあメーカーさん同士でも、ユーザーさん同士でも、まあ、みんな殴り合ってもらえたらなと思います。はい、ということで、はい、まあ、名古屋にね、この度引っ越してきてという感じ で、ね、まあ、新生活を始められましたけど、はいはい、どうですか、名古屋は。まあ、結構面白い人が多いし、まあ、面白い場所も多いし、はい、最高っすね。いや、あんたが一番面白い。はい、ということで、今日、機材で殴り合う会、何時までですか。今日夕方の5時まで、夕方の5時までやってますんで、遊びに来てください。よろしくお願いします。変な朝礼みたいな感じ。